こんにちは、カパパです、スーパーカブ110ですが、近所を走ってついでに給油してきます。カブに乗るのはね、高一連なんで楽しみです。 GoPro Hero 6をチェストマウントして撮影します。風切り4カットのスポンジもつけてます。はい、では行ってきます。明保通りからね、スタートします。午前10時、気温18度、暖かい日曜になりました。昨日ね、納車になったばかりのスーパーカブ110で、奈良市の走りとね、給油に行ってきます。ついでにね、久しぶりのロータリー式の感覚をね、ちょっと取り戻したいなと。慣れないとね、ちょっとギクシャクしちゃうんですよね。はい、この道はね、宇都宮の西の方、大谷街道と金間街道に通じてるので、まあ比較的交通量は多めです。これね、ちょっとね、カメラがね、設定下向きすぎですね、これね。今走ってる道はね、東北自動車道の側道になります。高校生の頃ね、よくこの道でバイク練習をしてました。4段ロータリー式だからね、なかなかこう慣れないんですよね。まあ走行中はね、4速からニュートラルにシフトできないけど、ただ4速の次がニュートラルってね。でもオートマってやっぱ楽ですよね。これ本当にいいですよ、これ。はい、じゃあスタートです。はい、さすがね、 110cc あるだけに、まあ出だしは快調です。爆発的な、ね、加速もないんで、まあ、安心してアクセルをね、開けることができます。ここからね、長い上りに入るんです。このね、長い上りで4速をずっとやるのはきついです。だんだん速度が落ちてきます。はい、でここでね、シフトダウン。会長ですね、会長、会長。バイクの性能をね、こうなんとなくこう使い切って走ってる感じがしますね。これが大型バイクだとね、そういう風にはいかないんで、乗せられてる感じがするんですよね。はい、坂を登り切りました。今度下りになります。下りになるとね、急にね、バイクが元気になるんですよね。はい、高速の側道から金間街道に合流します。これは一般県道ですね。交通量は多めです。だいたいね、時速50キロ近辺からね、こう風の抵抗を感じるんですよね。あのね、ダサい風貌、あれが欲しいですね。はい、燃料計がね、あの赤いライン近くに来ましたんで、満タンにしてきます。満タンでね、4.3 リッターなんで、あっという間に入っちゃいます。ちょ、溢れそうでね、怖いんですよね。少しね、溢れちゃった。はい、どれぐらい入ったかというと、約ね、3.05リッターということは、満タンで 4.3 リットルだから、メーターが赤線近くまで行ったら、残りのガソリンは 1.3 リットルということですね。まあ、カタログ値だとリッター67だから、まあ基本的に60キロぐらいはね、走れるんじゃないかと思います。
ではその辺適当に流してね、帰宅したいと思います。相変わらずね、カメラの向きがね、下になっちゃってますね。チェストマウントなんでね、やっぱりかがむんでしょうね、多少。はい、この辺もね、以前大型二輪をやるときに、こそれんしてた道路です。確かね、ここを右折するんですよ。そう。本当はね、もっと街の中を走りたかったんだけど、まあやっとこそ風も治ったことだし、まあ天気もねポカポカしてるんで、まあこんな時はやっぱりカントリーロードですね。しかしね、いいですよね、この信号もないしね、まあ、前からも後ろからも車来ないし、まあ不気味なぐらいね、人がいないしねまあウォンカーがね襲ってこないように祈るのみです。はい、そういえばね、前々から気になってた場所があるんですよ。近所のね、子供たちが〇〇の基地と呼んでるところなんですけど、まあ、はっきり言って大体なんだか分かってるんですよ。うん、わざわざね、ただ車で確認しに行くほどでもないんで、まあ見る機会がなかったんですけど、まあ、今回ね、その点カブっていいですよね。小回りが効いちゃうから、まあ、ちょっと見に行ってみようかという気持ちになります。長い登りです。結構ね傾斜がきついです。大体そうかなと思ってましたけどね。よくねある変電所の設備ですね。田舎の子にはね、何でもねこう基地に見えちゃうんですよ、コンクリート作りだと。ね、まあ、この辺ね うろついてると、まあ、職質されるんで、まあ、とっととずらかります。はい、北方とはね反対側のこう北側の方からから降ります。ここはね、はい、開けました。皆さんでね、なんか食べてますね。こう明るい農村って感じでいいですね、これね。しかしね、カブってこういう風景が本当に似合いますよね。農業、郵便、新聞配達、まあ三河屋のサブちゃんとかね、もうこのバイクはね、本当僕らの生活を支えてる感じがします。こんな道あったんだね初めて通ったよ、正直言って、僕ね、闇上がりなんで、まあ、アポロ11号みたいな格好してますけど、まあ、まだ3月で風は冷たいんですね。はい、明豊通りに戻りました。気持ちのいいプチ2でした。さすがね、カブ110ですね。車と同じペースで走れるんで安心です。今日はね、実にウォーミングアップになりました。2日間でね40キロの鳴らし終了です。